がすごいでかいんですよ。まあ自分でこうちょっと作った方がなんか食べてる意識してなんか気にできるかな。なんだろ、肉とかも食べて一応ほうれん草とか鉄分取れるようにとか水菜とか入れたりとかプラス節約にもなるし、はい。まあで5時半ぐらいから走り出して6時半ぐらいに帰ってきて、で時間がある時は筋トレしたりしてシャワー浴びて朝ごはん食べながらもう弁当の支度してバタバタでさあさあ7時半に親方の家行かなきゃいけないんで、感謝の心を拳に込めて大和哲也、戦うために働き働くために戦う、やっぱりその周りの人の恩返しですよね。応援してくれてる人に恩返ししたいし、あとはただ僕も本当人を殴るのが好きでやってるわけじゃないんで、やっぱ僕はこう格闘技を通じて僕にしかさせれない感動の仕方があると思うし、そこにだから恩返ししていきたいなという気持ちは強いですね、はい。塗り方があるんですよ便器塗ってないとどうかなっちゃうかっこいいっすよね、 K-1 ファイターって。もうあそこのリングに立てるやつがスターなんですよ。その時は来た、勇気。道は険しかった。いつもこれに勝ったら K-1 出れるよとか、谷川さんが今日見に来てるからみたいな裏で言われるんですけど、そういうところで結果が残せなかったんですよ。もうやめようかなって思った時に何回もあったんですよ。もうええかなと、もう K-1 もうええわみたいな。だからこの10年の全てを1回戦で出したいと思ってます。それぞれの戦い、来たる戦い、いや楽しみですね、うん、純粋に楽しみです。僕がデビュー戦の時にメインで戦った選手なんで、いい選手だしいい人だし悪童みたいですけど彼もどっちかというとどしと構えて真っ向勝負、そういうのを見せてくれるファイターなんで、まあ、僕も彼のいいところを引き出せればいいですし、彼も僕にどんどん来てくれれば僕も前に出れるから、まあ、勝っても負けてもとにかくいい試合はできると思うんで、一番痛くて倒れるっていうそういう部分で言うとローキックかなと、まあ、もらえば効くと思いますよ多分。誰でも僕でも多分蹴られすぎたら効くと思うし、やっぱ蹴られないようにするのがやっぱそこが策です。殴るのも好きだし殴られるのも好きなんですよ。殴られたから、あ、じゃあ俺もやり返すよっていう、そういう戦いをお客さんに見せたいです。まあ、いろんな強さがあると思うんですよ。精神的な強さとか体の強さとか、まあ、そのパンチ蹴りの一発一発の強さとかいろいろあると思うんですけど、まあ、結局は勝った人間が強いってなると思うんで、どんな戦いも強さを目指す。大和哲也 VS 勇気。